はい、原空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、宮口です。今回の動画なんですけれども、以前からですね、予約していたものがようやく届きましたので、そちらのですね、紹介をしたいと思います。で、今回ですね、こちらのユニフォーム着させていただいておりますけども、前回ですね、動画アップさせていただきました、清水号開校120周年記念のユニフォームですね、23番北川選手の、ユニフォーム購入いたしましたが、めでたくなんでしょうか、ヨーロッパの方にですね、旅立って行きましたので、はい、走行記念といいますか、自分はですね、ちょっと成田の方には行けなかったんですけれども、頑張ってきてほしいというですね、意味も込めまして、今回はこちら着させていただいております。はい、でですね、ぜひですね、活躍して大きくなってですね、一回りも二回りも、大きくなって帰ってきてほしいと思っております。はい、それはですね、余談になってしまうんですけれども、はい、今回ですね、ご紹介させていただくのはこちらです。まだ開けてません。アミアミさんから届いた、今日ですね、今撮影が7月30日なんですけれども、本日ですね、届きました。こちらですね、中身はですね、2つ入ってます。5月に発売されたものと、今月ですね、7月の上旬中旬ぐらいに発売されたものなんですけども、ちょっと手違いがありまして、自分予約してたんですけども、支払い方法の確定の部分がうまくいってなくてですね、キャンセルされちゃってたんですよ。で、あれなかなか来ねえなと思ってメールの方確認をしましたら、キャンセルとさせていただきますっていう、恥ずかしいんですけども、なってまして、なんか予約販売の商品、月が違う予約の商品が入ってたりすると、なんか決済、クレジットカードの決済がうまくできないみたいな形になっていたみたいで、それを自分が気づかずにですね、放置してしまったので、はい、振り込まなきゃいけなかったみたいなんですけども、放置してしまったので、一旦キャンセルになってしまったという、メールの方にもう確認しましてですね、昨日かな、おとといぐらいに確認しまして、やべってなって急遽、Amazon の方で注文して、なんとか無事に手に入ったものになります。ではですね、こちらを早速開封していきたいと思います。はい、ではですね、こちら開けていきたいと思います。カッターがあれなので、デザインナイフでいきますね。はい、今回はですね、こちら、静岡鉄道 A3000 型のエレガントブルーと、創立100周年記念ラッピングの車両の2つですね、を購入させていただきました。今回の動画につきましては、こちらのエレガントブルーの方でをですね、紹介していきたいと思います。はい、それではですね、こちらの、グリーンマックスから発売されました、30837静岡鉄道 A3000 型エレガントブルーの、紹介をさせていただきたいと思います。こちらはですね、創立100周年記念の後に発売された、7月中旬ぐらいですねに発売された、車両になります。中開けますと、いつも通りですね、はい、このような形で燃料入っております。こんな感じですね。それではですね、1両ずつ見ていきたいと思います。はい、まずはですね、A3005号車ですね、1号車の車両になります。ちょっとね、見づらくて申し訳ないんですけども、こんな感じの外観になっております。ちょっとね、濃いめのブルーになってます。特
特に付属品とかオプションで何か付けるものとかはないですね。そのままって形になってます。で、今気づいたんですけど、しず鉄のロゴが新しくここですね、ここに入ってますね。一番最初に発売されたクリアブルーがまああるんですけど、クリアブルーには新しいしず鉄のロゴには印刷されておりません。どうなの、あの100周年記念、創立100周年の方はどうなんだろうな、まだ見てないんで。あっちが先に発売されてるんで。はい。で、正面見ていきましょうか。正面ですね。どうなってんのかな。はい、正面。で、反対側ですね。床下とかちょっと正直ごめんなさい、私は詳しくわからないんですけど、どうなんでしょうね。こうやって見る限りだとあんまり違いはないのかなっていうふうな気がします。違いがない気がします。はい、続いてですね、 A3505 号車の2号車ですねになります。モーター車になってます。はい、2号車の方にもですね、新しいロゴですね入ってます。で、念のため比較ですね。クリアブルーがこんな感じで入ってません。正面新清水になってますね。はい、行ってきました。はい、こういう感じですねになっております。こちらのパッケージですね。で、おそらくこの写真はですね、多分これあれでしょう、向こう側に道路乗ってるでしょう、写ってるでしょう。おそらくね、多分なんですけど、これ多分ね、県立美術館と草薙の間ぐらいじゃないかなというふうに個人的には思います。多分向こう側に映ってんのが、あ、草薙じゃねえかこれ。あ、どこで、どうだろうな。県立美術館前って結構畑多いんですよ。国道1号線に向かう、まだあるのかな、あのボーリング場とかなんかあるアピアだっけかな、よく使ってたんですけど、遊び行くときに。で、大体こんな感じの雰囲気の
写真っていうか街並みっていうか、あの周りがこんな感じになってて、多分そう、後ろの高架は多分透明なんですよ。これね、ここね多分透明なんですよ。多分県立美術館前からの駅降りてすぐぐらいのところで写真撮ったんじゃないかなというふうに推測されます。はい、あくまで自分の昔の過去の記憶を頼りにですけど、まあ Google マップ使えばね答え合わせできるんですけど、ちょっとやってみますか。このね、この建物がね、お寺だったらビンゴなんですよね。違うかな。なんて読むんだっけ、これ。不祭寺って言うんだっけ。詳しくはわかんないですけど。多分ね、そんな気がするんだよな。ちょっと携帯しか今ないんで。そんな気がします。違ってたらごめんなさい。もし詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。はい、というわけでですね、走行動画に関しましては、また後日ですね、撮影していきたいと思います。はい、ではですね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメント、高評価いただければと思います。あとですね、YouTube 専用の Twitter アカウントもございますので、そちらの登録もぜひぜひお願いいたします。引き続きですね、私はこれで、子供もですね、創立100周年記念ラッピングの車両の撮影もしてですね、アップしていきたいと思いますので、そちらもですね、お楽しみ。まあ、どっちを先にアップするかちょっとわかんないですけど、発売日順的には、あれかな、100周年ラッピングの方が上なのかな、先なのかな。はい。になるかもしれません。ちょっとコメントがですね、ちぐはぐになっちゃうかもしれませんが、はい、その点ご了承ください。はい、ではですね、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。